このタイトルはオーディオブック用に AI 生成された合成音声で朗読されています。本書ではストレス解消のアイデアを28個紹介する。ストレス解消のアイデアが書いてある本は書店に行けばたくさん並んでいる。そういった本と本書の違いは2つある。1つ目はお金のかからないアイデアを掲載していることだ。ショッピングや旅行などのストレス解消法はお金がかかる。お金を使うとそれがまたストレスになってしまう。 そして、そのストレスを解消するために、またお金を使ってしまう。悪循環だ。そこまで極端なことにならなくても、せっかく普段の生活で節約したお金を使ってしまっては、ストレスが溜まる。本書のアイデアは、その点安全だ。二つ目は、ストレス解消を習慣化する仕組みを取り入れていることだ。本書には、ストレス解消アイデアリストがある。このリストに、毎朝目を通していただく。すると、ストレス解消のアイデアを思い出す。 毎朝見ることにより、ストレスが溜まる前に対処できるのだ。いつも、ストレスが溜まってしまって、しんどくなってしまう人には、これは非常に有効だ。ストレスが大きくなって、辛くなって、それで、毎回ストレス解消のアイデアを探して、本を買ったりする人がいるだろう。どうせ、ストレスは解消しなければいけないのだから、日常的に解消しておいた方がいい。本書では、まずリストを提示する。これは毎朝読む。1分で読み終わる。次に、リストの意味を解説するパートを読んでもらう。 これは一度だけ目を通していただければいい。それでリストの内容を理解して、その後は毎日リストを見ることによりリマインドする。それではリストを紹介しよう。ストレス解消アイデアリスト。ストレスは早めに解消する。表現系紙に気持ちを書く。パソコンに気持ちを書く。絵を描く。歌う。壊す。運動系運動をする。筋トレをする。ストレッチする。休息系寝る。休暇を取る。お風呂に入る。コンテンツ系音楽を聴く。本を読む。 漫画を読む、ドラマを見る、映画を見る、お笑い番組を見る、感動する映画を見てなく、片付け系、掃除をする、部屋の模様替え、コミュニケーション系、友達とおしゃべりする、子供と徹底的に遊ぶ、お出かけ系、動物と接する、博物館に行く、美術館に行く、水族館に行く、自転車で遠くに行く、散歩をする、立ち向かう系、仕事をする、問題解決方法を考える、実行する、 ここまでが毎日目を通してもらうリストだ。次のパートではそれぞれの意味を説明していく。ストレスは早めに解消する。とにかく、ストレスは体感する前に解消してしまった方がいい。最近、ストレスが溜まっているな。そんな風にはっきりと意識できるようになったら、すでにストレスが溜まりすぎている状態だ。理想は毎日少しずつストレスを解消していくことだ。そこで本書のリストをうまく使ってほしい。 リストを見ながら、今日はこれでストレスを解消しようと、毎朝、ストレス解消の目途を立てる。今日は泣ける映画を見ようとか、週末は美術館に行こうとか、そんな風に常にストレスを解消していく。ストレスは溜まる前にやっつける。うまくコントロールしてほしい。表現系、紙に気持ちを書く。紙に気持ちを書いていく。まず書くこと自体に集中することによって、ストレス解消になる。 また、書き続けていくことによって、自分の考えが、少しずつまとまってきて、何に困っているのかとか、何がスッキリしないのかわかるようになる。それを問題解決につなげようとする必要はなく、ただ、書くだけでスッキリする。パソコンに気持ちを書く。紙に書くのと同じだが、タイピングが得意な人は、パソコンでもいい。タイピングの音が落ち着くという人もいる。パソコンモニターのバックライトは、目が疲れるので、逆にストレスになる場合もある。紙のが無難ではある。絵を描く。 絵が苦手な人でも、たまには絵を描いてみよう。絵を描く時のポイントは、いろいろな色を使うことだ。意外とリラックスできて楽しい。歌う、ストレス解消の大定番。楽器ができるなら、弾き語りをしてもいい一人でカラオケに行って、大声で歌ってもいい声を出すことは、いいストレス解消になる。壊す、物を壊すことは、ストレス解消になる。しかし、壊して困るものを感情に任せて破壊すれば、冷静になった時に、愕然として、むしろストレスは大きくなるだろう。 ここで言っているものとは、壊していいもののことだ。要するに、段ボール箱とか、古い雑誌とか、基本的に捨てるものを想定している。古い洋服を破いたりするのもスッキリする。壊すには力を入れないといけないし、普段やらないことだから、それに集中できる。障子を破くのが楽しいことと似ている。運動系、運動をする。運動は、ストレス解消の定番だ。一人だったら、ジョギングや水泳あたりが中心になるだろう。スポーツも色々あるが、おすすめは球技だ。 一人ではできないし、場所も必要なので、実行するには手間がかかるが、効果的だ。球技は、基本的には、ボールに対して反応しなければいけない。サッカーなら追いかけたり、トラップしたり、バスケットでもパスを受けたり、ディフェンスしたり、テニスでも、来たボールを打ち返す。リアクションをすることにより、余計なことは、全部忘れて集中できる。ジョギングや水泳は、考え事をしながらもできるが、球技はそうはいかない。その緊張感が、ストレスを忘れさせる。筋トレをする これは好きな人には良いストレス解消になる。限界までやる。嫌なことはすっかり忘れる。とはいえ、かなり疲れるので、その疲れが翌日のストレスにつながることもある。どんなストレス解消方法でも自分に合わない場合はやらないようにしよう。ストレッチする。筋トレと似たようなものだが、もう少しリラックス系のストレス解消方法だ。ストレッチはいた気持ちいいくらいまで伸ばすといい。体がほぐれて血行も良くなる。 リラックスして、眠りの質も上がる。また、読書しながら、映画を見ながらなど、ながら、ストレッチも有効だ。休息系、寝る、寝不足で、ストレスが溜まっていることもある。よく寝てみよう。睡眠時間を増やす場合のコツは、夜早く寝ることだ。朝、遅くまで寝ていると、その日の夜が眠れなくなる。翌日が、寝不足になってしまうと、せっかく長い睡眠をとっても、意味がなくなってしまう。早く寝て、いつも通り起きるのがいいだろう。休暇をとる、会社を休む。 ストレスが溜まっているなら、とりあえず会社を休もう。平日の街の雰囲気を楽しもう。お風呂に入る。毎日シャワーで済ませている人には、かなり有効な方法だ。ゆっくりとお風呂に浸かる。近所に温泉があるなら利用しよう。温泉だけなら、1000円、2000円で入れるから、金額が小さいので、ストレスにもならない。また、温泉でなく銭湯でもいい。大きな風呂に、ゆっくりと浸かることは、気持ちがいい。コンテンツ系、音楽を聴く。お気に入りの音楽を楽しむ。 これも、ストレス解消としては一般的。使うのが耳だけなので、少し効果は薄いかもしれない。目が疲れないのがいい。本を読む、活字に没頭することで、ストレスを忘れる。ビジネス書のような、実用的なものよりも、小説のような入り込める作品の方が、効果は高そうだ。漫画を読む、漫画は、効果が高い。面白い漫画を読みながら、他のことを考えるなんて、不可能だ。少なくとも読んでいる間は、ストレスと無縁の世界にいられる、ドラマを見る。 面白いドラマなら十分気分転換になる。次々と続きが気になるようなドラマがいいが、アメリカのドラマのように、あまり長いものは逆効果の場合もある。疲れてしまうのだ。映画を見る。ドラマよりも簡単なことがメリットだ。とにかく時間がかからない。たった2時間で別の世界に行けるのだ。いい映画を見れば、ストレス解消になる。少し手間でお金も多少かかるが、映画館もいいだろう。とはいえ、当たり外れがある。映画館でつまらない映画を見るなら、逆にストレスになるだろう。 お笑い番組を見る。笑いがストレスを解消するのは間違いない。お笑い番組は、そういった意味では、非常にパワフルだ。1時間も笑い続けたら、大抵のストレスはなくなる。感動する映画を見て泣く、涙で、ストレス成分が流れ出るという話がある。感動映画を見て、号泣しよう。泣き終わったらスッキリだ。映画に関わらず、泣いてスッキリした経験は、誰でもあることだろう。片付け系、掃除をする。部屋が散らかっていると、それがストレスになる場合がある。 部屋を片付けることによって、すっきりすることもある。試してみよう。部屋の模様替え、ストレス解消には、今までと違う環境が効果的だ。部屋の模様替えは、部屋が片付くと同時に、環境を少し違うものにする効果がある。できればものを減らして、シンプルな模様替えをしよう。コミュニケーション系、友達とおしゃべりする。おしゃべりは、男女ともに、良いストレス解消法だ。 問題点は、時間のある友達がいるかどうかだ。また、愚痴ばかりを話すと、自分のストレスは解消しても、相手のストレスになるかもしれない。別に、愚痴を話さなくても、おしゃべりするだけで、ストレスは解消できる。スポーツの話や、芸能人の話など、当たり障りのない話でもいい。子供と徹底的に遊ぶ。子供がいるなら、子供と徹底的に遊んでみよう。 子供の年齢に合わせて、自分も子供になったような気分で遊ぶ。遊んであげるというよりは、自分も一緒に遊ぶ。楽しむという感覚が大切だ。お出かけ系。動物と接する。動物に触れることで、心拍数が下がり、リラックスできる。犬や猫を飼っていればいいが、いなければ、猫カフェや犬カフェに行ってもいいまた、触れないかもしれないが、動物園に行くのも効果的だ。博物館に行く。博物館は静かだし、知的好奇心を刺激するものがたくさんある。 館内を散歩していると、自然と展示物に引き込まれていくはずだ。また、博物館で色々なものを見ることにより、自分の状況を俯瞰できるようにもなる。美術館に行く。博物館と同じような理由だが、美術館もいい。絵画や彫刻を眺めていれば、リラックスしてくる。普段、美術館に行かない人なら、なおさら効果があるだろう。非日常的で、リラックスできる場所は、ストレス解消にもってこいだ。水族館に行く。 美しい魚を見ることにより気持ちを落ち着ける。また、水族館は水中に潜っているような感覚を味わえる。水中感の強い水族館がおすすめだ。自転車で遠くに行く。自転車で遠出をするのも楽しい。電車や車と違って景色がゆっくりと見えるし、気になるお店があれば自転車を止めてすぐに入ることもできる。またお金もかからないし、運動にもなる。そしてジョギングほどはきつくない。散歩をする。自転車と同じような理由で散歩をするのも有効だ。 自転車と異なる部分は、自転車から降りるという手間がないことだ。気になるお店があれば、意識することなく入れる。神社仏閣が集中しているところだったら、徒歩のが快適だろう。立ち向かう経営、仕事をする。ストレスの原因が仕事でないなら、仕事に集中することで、ストレス解消できることもある。問題解決方法を考える。特定の問題がストレスになっているなら、その問題の解決方法を考えてみるという手もある。 その場合、頭の中で考えると悩む状態になってしまうので、紙に書くなり、パソコンでまとめるなりして考えるようにしよう。問題解決の見通しがつくことによって、すっかりとストレスがなくなるかもしれない。実行する。考えただけでストレスが解消しなければ問題解決方法を実行に移してみよう。これはストレスがあまりに溜まっていると難しいかもしれない。自分の状態と相談しながら実行するかどうか決めよう。 後書き、ストレス解消アイデアリストの説明パートを読んでいただけただろうか。本書は、ここからが本番だ。ストレス解消アイデアリストに、毎朝1分間目を通していただく。毎朝見ることにより、ストレスを溜めないようにすることと、ストレス解消法を思い出すことができる。ストレスが溜まっている時だけ、見ればいいと思うかもしれないが、人間は忘れてしまうもので、ストレスが溜まった時に、本書を都合よく思い出せるかわからない。また、自分でも気づかない間に、 巨大なストレスが溜まっているということもある。ストレス解消アイデアリストに目を通すことにより、過度なストレスを予防することができる。ぜひ、習慣化して、ストレスをコントロールしてほしい。また、本書のリストが物足りなくなったら、自分で作ってもいい自分にとって、有効なストレス解消手段を集めて、メモ帳などに書き込む。それを、毎朝読むのだ。 注意してほしいのは、1分程度で読める量にすること。あまり長いと、継続できなくなる。それでは、あなたがストレスをコントロールし、健康に日々を楽しく過ごされることを祈りながら、本書を終わりとさせていただく。読料、ありがとうございました。